どうもゾウです、今日はですね無印良品に行ってきて、はい、じゃじゃん、ポーチをね2つ買ってきました。ダブルファスナーポーチだったけど、ダブルジッパーポーチかの M サイズと、それのねショルダーバッグかながあるんですけど、それがね 30% 引きになってたんですよ。で前からちょっと気になってたので、ちょっとそれをね買ってみました。で何に使うかっていうと、もう入ってるんだけど、ガジェットをね入れるケースをちょっと2つに分けてみようかなと思っております。で前まではこのピークデザインのテックポーチっていうのを使ってたんですけど、これ結構大きくて、これ自体がちょっとなんだろう、重たいというか重量もねあるんですよ。でかつ形がこう決まっているので、入れる場所が決まってればいいんですけど、特にそういうのがないカバンだと結構これが幅取っちゃうので、こういうふにゃふにゃ系のやつにしたらどうかなって思ってちょっと買ってみました。で実際にねこのポーチの中に何を入れてるのかを今日は紹介したいと思います。でまずこの M サイズの方ちょっと紹介していこうかなと思うんですけど、ダブルファスナーっていうぐらいだからね、あのジッパーのところが2箇所あって、まあ、仕切られてるんですけど、まず表のメッシュの方ですね。メッシュの方に僕はモバイルバッテリーを入れてみました。はい、前紹介したアンカーのモバイルバッテリーと、はい、あとこれですね、これ1万ミリアンペアぐらいで、アンカーの方が5000ミリアンペアぐらいなんで、まあ、合計1万5000ぐらいですね。もう一つこっちのメッシュじゃない方に、はい、AC アダプターですね。これ4ポートタイプ C が3つと A が1個の4ポートついてるやつの AC アダプターと、あとは充電ケーブルをね結構大量に持っています。タイプ C の長いやつとタイプ C の短いやつ、短いって言ってもまあまあ長いから15センチぐらいかな、もうちょっとあるかな、はい、を1本で、もうちょっと短いタイプ C、マイクロ USB の短いのを1本と、普段ライトニングケーブル長いやつ持ってるんですけど、今ちょっと使っちゃってるのでここにはありませんが、いつも入れてます。あとは一応ボールペンを入れてますぐらいですね。はい、大きい方は基本的に撮影とかカメラの周辺機器を入れるようにしています。でこれポーチじゃなくてショルダーバッグなんですけど、これはねメッシュと、この裏のメッシュじゃないのと、あと真ん中がね使えるんですよ。なので3層に分かれています。でこのメッシュの方にはですね、はい、見て分かると思うんですけど、撮影するとき用のピンマイクですね、はい、これをね入れてます。視聴者さんからいただいたやつですね。これに付属するカメラにつなげるやつ、はい、ピンマイクですね。あとはこれ自体がマイクになるので、それのためのモフモフ、はい、風防ってやつかな、はい、こうするとこれがマイクになります。風切り対策のやつを2つ入れております。であと一応万が一用の、はい、DJI のフレキシブルマイクだったかなを入れてます。これがめちゃめちゃ優秀、僕買った時は1000円台で買えて結構音もいいよみたいなやつでした。今ね2000円ちょいするんじゃないかな、はい、なんかプレミア価格みたいになってます。これが表で、後ろには、はい、ブロワーとレンズペンって言ってレンズを磨く時のペンですね、はい、の3本セット。あとはこれ三つ股になってる充電ケーブル、タイプ C が三つ股になってるんですけど、これを充電するためのやつですね、はい、あとはスピーカーですね。普段は全然使わないんだけど、泊まりに行く時とか結構使うんですよ。ただ持ってった持っていかないが結構あるので、もう入れるようにしてます常に。であとはこのケーブルがサムスンの SSD ですね、500ギガのやつです、はい、これパソコンにつないで、でデータをこれにね入れてるので、これを使ってます。レンズ拭いたりとか、なんかスマホ拭いたりとかできるやつ。iPhone に SD カード読み取る、SD カードリーダーと、iPad に使うハブですね。はい。を入れて、裏は以上です。で、最後、真ん中ね、真ん中ボタン式です。になってて、真ん中には、はい、こちらですね。K&F のレンズフィルター。可変式の ND フィルターですね。67mm 径の2から32まで。はい。これ動画撮るときにはね必ず必要なので、はい、こういうやつですね、はい、これを使ってます。であと小型のジンバル持っていくときって、今この使ってるレンズがキットレンズで 16-50mm、 このクレーン M3 っていうこのジンバル使うとき、今撮ってるのがソニーの
ZV-E10 ってやつにその 16mm、50mm のレンズつけてるんですけど、それじゃないとちょっとバランスが取れなくて、結構耐荷重は平気でも前に重たいレンズがついてるとダメで、まあ、今ねこれを使ってるんだけど、それ用の可変式 ND フィルター、はいこれですね、 40.5 ですねの可変式 ND フィルターを、あのちょっとケースが見当たらなくて今ビニールに入れてます。で最後ですね、最後が、SD カード、はいこんな感じで入れております。前にねもっと薄いやつ使ってたんですけど、名刺入れみたいなやつ、それが壊れちゃったので、あのこれに変えました。防水だし衝撃も吸収できるよってやつです。はい以上になります。はい、ということで今回ですね、無印良品で買ったポーチと、まあ、ポーチ代わりに使おうかなと思ってショルダーバッグをね買いました。ショルダーバッグにはねこういう紐がついてて、こうねカチッて止めるとショルダーバッグになるので、まあ、バックインバッグとしても使えるし、ショルダーバッグでも使えるしみたいな感じだと思いますので、ぜひね皆さんもチェックしてみてください。ちょっと今後ガジェットポーチはこれでいこうかなと思いました。はい、ということでこのチャンネルではですね、僕がいいなって思ったものをちょっと Vlog 形式でいろいろと紹介していくチャンネルになっておりますので、ぜひチャンネル登録そして評価コメントよろしくお願いいたします。それではまた、バイバーイ。